アルタイル、やっと来てくれたの。ベンガンなのか。会いたかったわ。ずっとずっとずっとあなたのことを待っていたのよ。すまない、ベンガン。ねえ、今まで何をしていたの？私がどれだけの時間、どんな思いで待ってたかわかる？本当にすまなかった。ねえ、どうして私を置き去りにしたの？助けに来てくれなかったの？どういうことだ、ベガ。出発の日、私に教えられたのは嘘の集合場所だった。そこで私は殺された。なんてことだ。どうして守ってくれなかったの？どうして守ってくれなかったの？私はプロゴロス、あなた方が邪神と呼ぶ存在。よかった、ティズ、しっかりして。あ、プロビデンス、ベガさんが殺されてたってのは本当なのか？そんなにもショックだったとはね。しかし、あながち嘘とも言えないのでは。もっとも、殺されていた方が女にとっては良かったのかもしれませんが、滅びゆく星に一人取り残された女は生涯泣いて暮らしていましたよ。好物である純度の高い絶望を叩いてね。貴様！まあまあ、もう少しお聞きなさい。この女は極上の絶望を叩いていました。同時にあの忌々しいものもまた女の中に厳然と存在したのです。自分を置き去りにした男への思い、男との思い出、ヘドが出るような甘い希望、この虫ずが走るものをどうしたらよいか。私は少しだけ、ほんの数百年ほど悩みました。そうだ、女の消えゆく魂の中にかすかに存在した緑豊かな星のイメージ、あのルクセンダルクとやらを汚してやろう。それもこの女の思いを利用して、愛する男への会いたいという思いが魔王となり、男のいる世界を襲い続ける。なんという不条、なんという甘美な苦痛。愛する男への罪の意識はさらなる芳醇な絶望を生み、それは私の糧となる。
絶望という影によって過去の思い出はさらに輝かしいものとなり、愛する男のいる世界と襲う魔王はますます強力になるのです。アンネという妖精族にその手配を命じてから一体どれほどの時が流れたことでしょう。私はベガの絶望を喰らい続けながらずっと深海で待ち続けました。そして今あなた方の到来、ルクセンナルクへの道が開けたようですね。さあそれではルクセンナルクに行き、絶望で満たした後丸ごと食らってやりましょう。そんなことはさせない。させるもんか。ほう、たかだか100年でも満たぬ命数しか持たぬ人間が悠久の時を生きた神の使命を否定しますか。ああ、その意志きっぱり否定する。お前が何者で何を考えているのかなんかは知らない。でも他人の絶望を食って悲しみを利用する奴なんか否定するに決まっているじゃないか。よく言ったわ、ユウ。愛する二人の悲劇をもてあそぶあんたを私は絶対許せない。あんたが神の名を語ろうが凶悪な邪神だろうがこの際関係ないわ。一旦一旦にぶっ飛ばしてやる。ああ、僕はアルタイルとずっと一緒にいたからね。彼の苦しみ、悲しみは人一倍理解しているつもりさ。表面上はおちゃらけてたけどさ、その何倍もの悲しみを隠してたんだ。その僕たちの大切な友人のためにプロミデンス、お前を倒す。私はね、この旅でいろんなことを教えてもらったわ。その中でね、一番好きな言葉、諦めさえしなければ何度でも挑戦できる、ガンバリベンジ。プロビデンス、あなたの糧とする絶望はブレイブリーセカンドで凌駕してやるわ。なるほど、やはり人間は光に満ちているようですね。非常に目障りです。そこを引きにならなくても結構ですよ。一瞬で消し去って差し上げますから。
ベガを。俺たちの夢、時空の羅針盤は完成させたよ。ベガを。これで俺たちの夢は叶う。深海も、君も。ベガが、ベガがプロビデンスに抗っている。今だろ、みんな。おのれ、小賢しい人間どもめ。ベガなどいなくとも、貴様らなど消し去れる。完膚なきまで叩き伏せ、絶望を狂わせやる。ベガ、ようやく会えた。もう君を話はしないぞ。アルテイル、私もずっとあなたに会いたかった。さあ行くんだアルテイル。二人幸せになるんだよ。ありがとう、君たち。ベストグレイビー、やっと、やっと、何億年ぶりかで二人は一緒に。心にいつもカモミール。多分これが最後になるだろう。送る言葉ってやつ。カモミール。まあ、あなたったら野菜ことわざをこんな若い子たちに。カモミールはね、生まれるとそれだけ強く育つの。その性質から花言葉は逆境のエネルギーなのよ。まあそういうことさ。この野菜ことわざはね、野菜が嫌いだった私に少しでも興味を持つようにと彼女が作ってくれたものなのさ。私が言えるのはこれだけ。野菜もちゃんと食べるんだぞ。あなたもね。こっちへ来てからはそれなりに食べていたぞ。君を思い出しながらね。アルタイルさん。ユウ、君の思いはとても強く気高い。大切な人にちゃんと届けるんだよ。アルタイル。マグノリア、復興した新しい月の姿、宇宙の彼方から見守っているよ。アルタイル。イデア、君のことを待ち続ける人のところへ、迷わずに走っていくんだよ。アルタイル、二人ともお幸せにね。ティズ。君たちこそな。それじゃあ君たち、そろそろ行くよ。人生は続く。グッラック。
まだ終わっていなかったか。まさか人間がこれほどの力を持っているとは。プロビデンス？ベガが離れてより醜悪になったわね。人の思いを悪用するお前を俺は絶対に許せない。ほう、実に強い意志だが、それはお前のものなのか。何？かわいそうに。なんと哀れな。何度も傷つき、他をそれでもなお戦わされ、それは本当にお前たちの意志なのか。ブレイブリーセカンドよ。私を怒らせた。
諦めないで。ようやく気がつきましたよ。プロビデンスが言っていたことに、俺の中にあるもう一つの意志、それはこの旅の間ずっと俺を支えてくれた、俺の中にも誰かがいて見守ってくれてたんだ。あなたのためにも俺は戦いたい。あなたが俺に盾というのなら俺は立ち上がる。何度でもあなたが俺に戦えというのなら俺は戦う。誰とだって、それが俺の意志でもあるんです。戦いましょう。今からみんなの思いをあなたに伝えます。どうかそれが希望の灯火となり、邪神の支配を凌駕しますよ。この SP 使わせてもらいます。ブレイブリーセカンド。未だ見たことのないあなた、どこにいるのかもわからないあなた、ルクセンダルクを救いたいというあなたの思い、私たちのもとにも届きました。まったく大したやつだぜ。あんな弱虫だったユーを励まして本当に世界を変えちまったんだからな。ええ、これもあなたが全てをやり直してくれたおかげ、世界も我々も立ち上がることができたのです。本当にありがとにゃ。おかげでミネットも一人ぼっちじゃなくなったにゃ。だからどうか諦めないで。私たち全員を救ってくれたあなたならきっとできるはずよ。このような障害何するものぞ。そなたはここまでくじけずに戦い続けてきたではないか。カッカッカ、その通りじゃ。自分を信じ、信じ抜き、最後まで突き進め。あんたは決してぼっちなんかじゃないで、うちらもついてるじゃろ。私もハミーも、そしてあなたも、この世界に生きた者同士、Go to the heaven! その思いは決してなかったことにはならぬ。信じられぬことにな。僕らはこの世界に生きていた。そして君もここにいた。その思いに今こそ応えよう。絶望の邪神を我らは否定する。最後に弟ユーを頼んだよ。ありがとう。思い、それはとても気高く強いもの。それは時空をも超えるし、何者の支配も受けない。誰かを思うその気持ちが奇跡を起こす。おしまいだ、プロビデンス。俺たちルクセンダルクの仲間たちとずっと見守ってくれたその人のその思いにかけてお前を撃つ。
やりましたね。うん、アルタイルとベガさんは結ばれたし、魔王の脅威も去ったはずだよね。魔王バスター、失業かしら。でもこれから忙しくなるよ。公国と正教が協力する新しい社会を作んなきゃね。ええ、頑張りましょう。俺も正教騎士団を立て直します。 Good gravy。 そうね、月とルクセンダルクの新しい関係も考えなきゃ。さあ、次の時代へ向けて考えなきゃいけないことが山積みだ。でも、ひとまずはみんなのところに戻りましょう。大賛成。もうお腹ペコペコなんだから。ごめん、僕は難しいかな。ちょっとティス、冗談はやめてよ。こうなることは覚悟してたんだけどね。もう限界みたいだ。そうか、ティズさんを支えていたのはアルタイルさんの魂。そんな、まさか。ようやく会えたのに、またお別れなのですか。そんなことって、私の力になりたいって言ったじゃないですか。君には僕がついている、クラスティスを話せ。私は全てが終わったらティスに会いに行くと。ティスアニエス、ごめんね。アニエス、イデア、甘いものばかり食べてちゃダメだぞ。バカ、もうそういうのはなしって言ったじゃん。マグノリア、もっと月の話を聞きたかったな。 What are you saying? 何言ってるのよ。自分の目で確かめなさいよ。いえ、また一緒に温泉に入りたかった。ティズさん、はあ、みんなが作る新時代、僕も見たかったな。ティズさん、ねえティズさんってば。どうしてですか、ティズさん。せっかくここまで来たのに、一緒にここまで旅をしてきたのに、あなたが必死で守ったルクセンナルクがようやく平穏に、なのに、あなたの帰りをあんなに待ち望んだ人がいるのに、あなたが欠けたら意味ないじゃないですか。イズさん、目を覚ましてください。イズさん、やあ、お困りのようだね。ありがとう、ベガとアルタイルの願いをやっと叶えさせてやることができた。君たちには、そのお礼がしたいのだが、いいかな。
あっち行きなさいよ、あなた。今、そういう状況じゃないの。ティズ君は今、アルタイルの魂が抜けたことによって、生命を維持することができなくなってしまった。では、魂とは一体何か。簡単に言うと、思いさ。ベガもアルタイルも、会いたいという思いが強すぎて、魂として残っていたのだ。ならばティズ君も、思いで満たしてあげればいい。砂時計。くそー、一体どうすれば。僕に考えがある。それを貸して。少し待っていてくれ。消えた？どこに行ったんだ？砂時計を渡してきたよ。少しだけ昔の君たちに。さあ、砂時計には蓄積されているはずだ。君たちの思い。君たちが出会ってきたたくさんの人たちの思い。そのすべてを、ティズ君に注いでみてはどうだろう。そうか。で、でも、砂時計は？あれは、今どこに？持っています。私、持ってます！いつも、いつも肌身離さず、ティズを持って！え？アニエス。ティズ！待ってて！今、そちらに！あなたは一体？ああ。自己紹介がまだだったね。僕の名前はデネブ。アルタイルとベガの親友。そして、流浪の冒険家さ。え？また、どこかで。
ニア様。リゼ。ただいま。いや、嬉しいよ、とっても。よかった。ノルエンデ村に一緒に行こう。家を建てて、畑を耕して。本当に素敵なところだったわね。大好きな仲間たちと、そして彼に出会った場所。さよなら、ルクセンダルク。ちゃんと思いを伝えればよかった。俺のバカ。チャオミーチャオミー。なになに、ユウの思い興味あるわ。じゃあ、あれは聞かせて。リベンジを。マグノリア、俺君が好きだ。好きだ。きっと分かってくれるよね。思いは時空を超えるからね。勇気を持って従わないで。帰らなくてよかったわ。私の返事、ちょっと耳を貸して。
結婚相手にしか本当の名前を教えないのよ。